さまざまな人々のご意見を傾けて、人々は俺の町やというふうに本気でこの町の行政に参加していただけるような、そんな町づくりを行うために全身全霊を傾けて戦いますことを誓いまして、ご挨拶させていただきます。本日はありがとうございます。松井浩二です。今日はこの私の新しい事務所をオープンしていただきました。戦う城ができました。ここから頑張ってまいります。実を言うと、ここはすぐ近くに、京都国際漫画ミュージアムがありまして、辰池小学校がすぐ近くにあったところです。その辰池校の跡地が京都国際漫画ミュージアムになってます。私が参議院議員をしてた時に、この町内会、自治連合会の会長さんから、どうしようかって相談を持ちかけられて、なんか漫画の図書館ができるらしい。なんで漫画の図書館、ちょっと住民の間で反対が出てんねん、松井さんどう思うって言われた時に、いや何を言ってるんですかと、これから日本を代表する文化である漫画の美術館ができる、素晴らしいことじゃないですか、私だけじゃ納得できないでしょうって言って、私の心の師河合駿先生に、当時文化庁長官に、お願いしてですね、2回ほど辰池小学校の報道でですね、これからの日本文化漫画の可能性についてお話をいただきました。そしたらもう住民の方々がみんな心を奪われてしまって、ああそうやったんやということで、最初反対言ったはった人たちが、むしろ自治連合会で今まで貯めてきた、長年貯めてきたお金を全部はたいて、人工芝を全部寄付しますということで大応援団になったんです。私これが京都の町衆の心意気だと思うんです。そんなゆかりのある辰池町、辰池小学校のすぐ近くのところに、戦う城をオープンしていただきました。皆さん、関係者の皆さんに本当に心から感謝です。ここから京都市政の改革頑張って取り組んでまいります。よろしくお願いします。